ハッピーおめでとうございます、うん、東京に来ました。いい結婚式にしましょう。残っちゃうよ。昴生結婚おめでとうございます。まさかね、昴生の結婚式に行くことになるとは思いませんでしたけど。そんなことないだろ。いつか来るか。いつか来るか。おめでとうございます。ちょっと休み。昴生おめでとうございます。まさかね、昴生の結婚式に行くことになるとは思わない。考えとけよ。ファイ。じゃあ、レッツゴーチアーズ。ファイ、ファイ、ファイ、オーライ。ジジイ。待って、ベラジョン。ベラージョン西川くん、ボンゾー、ご結婚おめでとうございます。本日の日付馬券買わせていただきました。当たったらみんなで飲みに行きましょう。おめでとうございました。11月10日の1000円で、これ結構高いんじゃない。高いんじゃない。デムーロと、いやいや、当たったら77万になります。結婚式に送るやつ許せんもん、うん、前代未聞でしょ。急に遊び出したそうです。大丈夫か、ディディ待ってくわ、気をつけて。はいはい、じゃあね、まあ最悪に2回から、2回っていうか広いから来る。静止、この四季を選び、明治神宮のお前を拝し、婚姻の礼を行う。今より後、互いに出会いの心を尽くして、一家を整え、苦楽を共にし、忠誠変わらず、願わくは久しく、守り導きたまえ、ここに慎みて、静止を立てまつる。令和6年11月10日、夫、西川昴生。人間の構成を見とる。あ、俺のところも覚えようとして、中本のところは普通に読めばいいだけ。ちょっと分量多いな、俺より。それで、それでトミーに友人代表用、挨拶用のリーチボーナスとなった。そんなにいらっしゃる。まんまや、中本おらんかな、3人か。そうだよな、寂しいな。寂しいな。でも見たいんだけどね、思ったよりノリが強い。これ多分あれだ、ポケポケでいうレアカード入ってる多分。考えております。恥像なってない。恥像なってない、残念ながら。年増さじゃ。恥像なってない。なってないわ。お世話になった皆様の感謝の気持ちを込めてこの席を準備させていただきました。限りある時間の中で至らない点もあるかとは思いますが、どうぞ楽しんでいっていただけたらと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。近頃は毎週のように会い、ご飯に行ったり、お互いの家で過ごしたり、そんな門出を祝して乾杯。
富田の方こそ緊張しとるのに本当あれだったよ。えこのような俺緊張あいつが緊張しとったよ。いただきます言おうと思っとったのに飛んだ。これからも皆様の変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。